はい、こんにちは、レトスノームです。今回なんですけども、借地権の対抗要件について解説いたします。大きく分けて2つですね、ありますので、一つ一つ解説していきます。まず一つ目が、原則ですね、基本的な考え方です。借地権を登記するか、または借地上の建物を登記するか、どちらか一方を登記することによって、借地権の対抗要件を備えます。つまり借地権者は対抗力を持つ、第三者に対しての対抗力を持つということですね。地主が借地権者に対して土地を貸しました。で、借りた土地について土地の賃借権の登記をする、一番ですね。またはこっちの登記がなかったとしても、その上に建てた借地権者所有のこの建物、これを登記する、どちらか一方ですね。で、この2番のこの借地上建物の登記については、借地権者名義じゃないとダメなんですね。借りた人の親名義で建物建てた場合、これダメなんですよ。2番満たさないという話なんですね。なので、この借りた借地権者とこの建物の登記名義人っていうのは同じじゃないとダメですよという話です。で、この2番の建物の登記については、表示登記でもいいし、保存登記でもいいということになっております。これは不動産登記法の内容に入ってくるので、ちょっと簡単に説明しますね。まず、建物を建てる場合、一番最初に行う登記が表示登記なんです。表示登記ってどんな登記かっていうと、この建物がどんな建物なのかを公にするために登記をするんですね。つまり、この建物は木造なのか、鉄筋コンクリートなのかだったりとか、あと床面積はどれぐらいなのかとか、そういったことを表示登記で記載するんですよ。で、その中に補足的に所有者が誰なのかというところも一緒に登記されるんですね。で、これは補足的な内容なんですよ。メインはこの建物の外見的な内容なんですね。先ほども言った通り、木造なのか鉄筋コンクリートなのか、また床面積は何平米なのかとか、そういった物件情報をここでは登記するんですよ。で、その後に保存登記ということをするんですね。この保存登記が権利に関する登記なんです。通常、この保存登記をすることによって、第三者に対する対抗要件を備えるんですね。なぜなら、この保存登記が権利に関する登記の一番最初の登記だからです。ここで初めて第三者に対する対抗要件を備えるということなんだけれども、この借地権の対抗要件に関しては、ちょっと特別ルールにして、表示登記だけでも、そこに所有者の名義人、名前載っているから、いいでしょう、ということで、表示登記だけでもいいですよ、というふうになっております。で、今お話しした内容は、土地の賃借権の話なんですけども、地上権の場合も同じです。地上権の場合も、地上権の登記、または、地上権の上に立っている建物の登記、どちらか一方です。通常地上権の場合だと地上権登記しちゃうので、一番に該当する場合が多いです。で、借地権の対抗要件をこの借地権者が備えるとどうなるのかというと、この借地権の対抗要件を備えた後、つまり1番もしくは2番の登記をした後に、地主がこの土地を誰かに売却した、第三者に売却した場合、この買い主から借地権者に対して、いや、土地返してくれと。この土地は私の土地だから、建物を除去して取り除いて、さら地にして返してくれって、もし借地権者に主張してきたとしても、借地権者は対抗要件備えているわけだから、いやいや、私は対抗要件備えているので、この土地借り続けることができますよね。また、建物も使い続けることできますよね。というふうに第三者に対して主張することができる、対抗することができるという話です。これが一つ目のポイントになってきます。で、二つ目は、この登記をしていた建物が滅失してしまった。台風によって飛ばされてなくなっちゃった。で、借地権について1番の登記していない。もともと2番の登記だけしかしていなかったといった場合です。この建物しか登記をしていない状況で建物なくなっちゃったということは、借地権者
対抗要件備える術がなくなっちゃうわけですよね。1番の陶器ない、まだ2番の建物については飛ばされてなくなっているという状況だからです。この場合も借地権者一定期間保護しましょうということでできたのが下の内容です。どういった内容かというと、借地権者名義で登記されたこの建物が滅失した場合、借地権者は借地上の見やすい場所に一定事項を掲示すれば、まあ、こんな感じですね。これが土地、借地ですね。この上に掲示板で、まあ、こういった内容を掲示すれば、滅失した日、まあ、台風で飛ばされた日から2年間は対抗力を備えますよと、対抗力持ってますよという話です。なので2年以内に建物をまた新しく新築して登記をすれば引き続き対抗要件を備えることができるんだよという話なんですね。じゃあどういった内容を掲示するのかというと、まず滅失した建物がどういったものなのか、この建物の内容を記載するということですね。あと滅失した日ですね、いつ亡くなったのか、また新しく建物を築造しますっていう旨をここに記載します。これで対抗要件を備えるということですね。これが掲示による対抗要件ですね。この2つもよく出題される部分なんで、しっかりですね頭に入れていただければと思います。今日も最後まで動画をご覧いただきましてありがとうございました。宅建合格目指して一緒に頑張っていきましょう。